こんにちは、いろどりです。普段は100円ショップの造花などでアレンジメントを作る動画をアップしています。先日お花に入れるひな祭りのピックを作っていたのですが、こちらも100円ショップの材料で作れるので作り方を紹介します。棒につけずにフレームに貼るとそのまま飾りとしても楽しめます。まずはざっくりと材料を紹介します。顔の部分の発泡スチロール、ちりめん、肝の部分のちりめん、土台となる厚紙、体に入れるキルト芯、そして顔などを作るビーズです。作りながら材料を詳しく説明していきます。今回はこちらの3センチ角のちりめんを活用します。お顔はこちらのちりめんコーナーにある発泡スチロールの半球型が便利でした。こちらが25ミリで、こちらの一回り小さいサイズがぴったりでした。今回は半球が売り切れていたので、こちらの玉をカットして使います。顔から覆っていった時にぴったりなので、少しカットされたちりめんだと発泡スチロールが見えてしまうこともあります。気になる場合は大きめのちりめんからカットしてみてください。真ん中の線が入っているところでカットすると大きいので、少しずらしたところでカットします。発泡スチロールの丸い粒々になっている丸一つ分ぐらいを下げてカットしました。こちらで顔を作ります。カットされたちりめんの4辺がぴったりぐらいになるので、こちらを目安に接着していきます。最初に玉のてっぺんにつけます。そこにちりめんを乗せて、4辺の位置がしっかりと収まるようだったら全体的に留めていきます。こんな感じで包みました。次に耳の部分を作ります。こちらを半分にカットします。こちらに接着剤をつけてさらに半分に折ります。半分に折ったら、こちらを半分にカットします。ちりめんがねじれてきますが、こちらの耳は短く使うのであまり目立ちません。気になる場合は厚紙を入れたり、重しを乗せて伸ばすと良いかなと思います。これで耳になるので形を整えます。先端をカットして丸く形を整えました。先ほどのお顔につけていきます。顔の後ろに接着剤をつけます。耳がつきました。彩りで
ピンクのちりめを少しのせます。顔ができました。ピックにするときは顔の後ろに紙を貼って隠したのですが、今回はフレームに貼ろうと思うのでこのままでいきます。顔の後ろに紙を貼るときはこちらもちりめん細工のコーナーに丸い紙が売られています。次は体を作ります。厚紙を幅3センチ、高さ 3.5 センチにカットしました。厚紙の角を丸くカットしてこの形にしておきます。続いてキルト芯をカットします。1枚だと薄いので2枚にして、厚紙に合わせてカットしておきます。厚紙に合わせてキルト芯をカットしました。次はこのサイズの一回り大きくちりめんをカットします。ちりめんを一回り大きくカットしました。キルト芯を包むようにして留めていきます。長い辺から留めていきます。角は特にカットせずにそのまま留めてしまいます。ちりめんが接着できました。今回はフレームにそのまま貼ろうと思うので特に後ろは処理せずにこのまま使っていきます。体ができたので顔をつけていきます。全体ができてきたので飾りをつけていきます。耳と同じくちりめんを2枚重ねてカットしました。接着剤をつけて留めていきます。こちらもゴールドを2枚重ねてカットしました。こちらはそのまま貼り付けちゃうので1枚です。最後に顔をつけます。こちらは100円ではありませんがネイルコーナーなどにあるストーンを使います。ビーズなどでも可愛く作れます。鼻の部分にはちりめんの角を切り落として使います。顔の位置は横に離れたり縦に離れたりすると白い部分が目立ってしまうので中央に寄せると顔らしくなってきます。一個ずつ留めていくと難しいので最初に接着剤で顔を作っておきます。顔がつきました。もう少し装飾したかったのでこちらの水引きでリボンを作ってこちらにつけていきます。
最後にフレームに飾っていきます。厚紙にキルト芯を2枚乗せてちりめんで覆います。両面テープでちりめんを留めておきます。ちりめんがセットできました。こちらを接着していきます。ひな人形のフレームが完成しました。ちりめんの柄や装飾で雰囲気が変わるので、オリジナルを楽しんでみてください。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。